でかい。ここでさ、神秘的な音楽とかさ、かけといたらさ、いいよね。うん、探すか。なんで探そうかな。神々しい音楽がいいよね。スティーバラビダ、うん、出てくるだけ。いや、オンシーバラビダ出てくるやろ。ほら、あ、ユミリいらっしゃい。え、ちょ、これだよね。やっほー、いちごちゃんいらっしゃい。久しぶりだな、普通にみんな。今ね、ちょっとね、俺はね、あのばあちゃんの死を、ばあちゃんが死んだってことで、ちょっと死についてね、ちょっと語っていこうかなっていう。これか？これじゃなくね？いや、俺これ、著作権でボコられるってこれ。いや、これだって、これのサビ前が、オンシーバラビダなんじゃない？知らんけど。おぐろ。違うわ、違ったわ、違ったわ。おかしい。惜しいね。いいね。あ、でもほら見て、オンシーバラパラビだ。オンシーパラビだ、なんかあれ。あ、ランキングでよく使われる音楽。なんかこれ、TikTok で、バイモスキレー、オンシーバラビだ、オンシーバラビだ。え、バイモスキレーなんて言っとるか、これ。バイモスキレーは言ってなくないか？ね、みんな死んだらどうなると思う？人間。やっぱこれなんじゃね？ちょっと神々しい BGM でもかけとくかね、フリーで。神々しい。フリー BGM。もっとあれだよな、なんか神々しい、あ、これか。神々しいな。もういいんじゃない。ゆずゆずいらっしゃい。いや、マジでさ、ね、俺死んだらさ、何もないと思うんだけど、どうも、こんばんは、ゆるゆるさん、いらっしゃい。なんか死んだ瞬間さ、俺はもうそこでさ、すべてがプツって消えたように終わると思うんだけどさ、みんなはさ、死んだ後に何か、なんか天国地獄とかって、まずさ、まず幽霊おるかおらんか問題だよな、それはな。今日は哲学的な話？哲学的な話っていうよりかは、なんかあれだよね、自分の感情かな。自分は幽霊についてどう思うって、その科学的証明とかじゃなくて、自分がね、そのまあ、自分がだよね、自分がどう考えてるかだよね、その死後の世界があるかないかとか、まあ、哲学的な話なんかな、これは。やっぱそれをみんなとさ、語り合いたいよね。俺は死んだらもう何もなくなると思うんだけど、なんかあんじゃん、なんか魂レベルが上がってさ、どうとかみたいな、ああいうのはみんなそのどう思ってるかなっていう。亡くなっても少しの間耳は聞こえるって聞いたよ。え、泣く、え、でもさ、え、耳は聞こえてもさ、その考える能力とかはさ、やっぱないでしょ、きっと。もうその、
死ぬって。わかんないけど、実際に高校の頃に幽霊見たことあるから、ちょっと待って、詳しく教えてくれ。聞きたい。自分が死んだら何も考えられなくなると思います。寝ている状態と同じみたいな。そうよね。その、自分が死んだということにも気づかずに、常にこう、無の状態。もうその、無の状態っていうこともわかることすらないぐらい、もう、何もなくなると思うんだよね、俺は。ちなみに、ゆずゆずマジその幽霊見た話マジで教えてくれ。大好きなよ、俺、そういうの。そういう幽霊のやつ大好き。見たい。神々の歌。部活の朝練の時と放課後。もう幽霊じゃん、それじゃあ。いや、え、何げ、ちゃんと見た？あ、幽霊やって。幽霊、でもさ、幽霊がおるんだったら、死んだ後の世界も、ある説はあるよな。ねえ。だって、死んだ後の世界がないっていうこと、仏教の輪廻だったら天国、人の世、修羅、畜生、餓鬼、地獄のいずれかに行くらしいね。まあ、なんか俺も高校の時なんか仏教の学校だったからなんかそんな聞いたな。同じ教室で窓際の席にうつむいて座ってる子を見て、いや、え、それ朝って暗いんか、でも朝だから。なんかさ、輪廻転生とかは俺ほんと都合がいいなって思ってしまうんだよね。友達と振り返ったら消えてた。え？それガチ幽霊じゃん、それ。ねえ。それはガチ幽霊じゃん、じゃあ。いや、でもね、俺の父親もね、幽霊見たことあるみたいな、とこはね、あるんよ。幽霊、昔、ね、船で釣りしとったら、生首見たとか、結構あってね。で、幽霊おるんか、やっぱ。先輩に話したら、ああ有名だよって、あそこには出るんだって、ゾワやろ。え、自分自身は以外は全ては偽物説。ああ、あれね、全ては自分が想像の中で作り出しとるストーリーってことね。でもさ、虐待とかされとる人たちはそのストーリー謎だよな。そのクラスの先輩、その人がいじめで飛び降り自殺した。ガチやん。ガッチャ。ガッチャ。透明よりも綺麗なの輝きを。てかさ、あと人間ってマジでさ、すぐ死ぬんやなって思ったわ。昨日まで喋っとったんにさ、朝起きたら死ぬとかあるんだなって。なんかすごい、そう考えるとすごい。人間ってさ、強いけど弱いなって思ったよね。いつの間にか後輩が自殺してた去年。マジかよ。俺、なんか自分の高校の同級生がなんか家族殺したみたいなニュースが、流れてきたわ、そういや。宗教によっていろいろと死後の世界の考え方ありそうですね。私は詳しくないですけど。やっぱな。だあれだよね。でもさ、俺思うんだけどさ、もう一回人生送りたいかって言われたら送りたくないんだよね。だってさ、嫌じゃない？また仕事せんといけんのやぞ。学校出て仕事して。もうこのループしたくなくない？よ、お稽古いらっしゃい。で、俺は、その、ループはしたくないわけよ。なんだけど、実際どうなんだろうね、みんな。ね、でもなんか嫌じゃない？キリストは信仰度合い、プロテスタントは生前の行い、仏教も輪廻転生で生前の行い、ねさ、それだよ、俺がそのよくわからん、その生前の行いっていうのがさ、一番むずくない？
うち小学生の頃死にかけたことあって、ね、やばい、なんて読むんだろう、危険何、既得状態って、うん、あれじゃん、誰かに帰れって怒られたのを覚えてる。よくあるよねそういうのね、なんかその、うん、サンズの川の前行ったらめっちゃ止められて戻ったら戻ってこれてみたいな、すげえ。え、そういう話すごいマジいいよね。学校前のコンビニがビルの1階だったんだけど、そのビルの階段を登って自殺した子がいた。しかもその人とすれ違ってた子がいたんだよね。体育の課外授業でマラソンしてたから学校に戻る途中ですれ違ってたらしい。え、でそんでその子はすぐ後ろ行ってピューッつって自殺っていう。怖えな。善悪を決めるのはほぼ人間ですからね。そう、俺さ、そうなんだよね。結局さ、あの人間がさ勝手に考えとるじゃん。だってあの人殺すのってさ、ダメなことっていうのは人間が決めたわけじゃん。ねえ、さ、殺し合いってダメなことじゃん。でもなんでダメなんて聞かれるとさ、理由はないやん別に。ダメだからダメなだけじゃん。だからさ、その善悪をさ、たかだか人間が決めることによって、その死後の世界でさ役に立つかって言われたらそうじゃないと思うんだよね。2ヶ月前に突然大親友を亡くしてから天国に行ったんだって思って生まれ変わってまた会いたいですよ。その考え方はマジで大事。俺はね、死んだら全てが無になると今考えとるんだけど、俺去年救急搬送されて死にかけてでそれはガチで危ないから健康に生きてくれ。正当防衛とか死刑とか、そうじゃ、死刑をさ、執行した人は悪じゃないんかっていう、そういう話になるよね。難しいよな、マジでな。いや、確かに、大事な人とかは、生き返ってほしいなって思うけど、小学生の時にいきなり腕を引かれて地面に引き寄せられた瞬間に大きな石が飛んできたことがあった。え、すげえ。そんで避けれたってことね。え、めっちゃそれは、なんかすごいわ、それは神秘的、なんかすげえな。そう考えるとさ、なんかさ、なんかね、あれなんだよね。なんかさ、なんかあれなんだよね、ばあちゃんがさ、死んだ日の夜さ、なんか結構いろいろとね、そのうちの家族、数人にね、ちょっと、おかしなことが起きて、普段朝まで爆睡するような兄ちゃんが、夜中3時、まあ、一応その、死んだ、推定時刻が3時って言われてるんやけど、夜中の3時に目覚めてたりとか、俺もねその日いつもね結構寝れるんだけど、その日だけマジで全然寝れんくて、なんか今日マジ寝れん日やなって思っとったりとか、なんかね、そのばあちゃんの弟さんがなんか家になんか廊下を誰かが歩いとる音がしたんだけど、なんかこう起きれんかったみたいなのとかね、結構なんかねそういう何かが起きとるんよみんなの周りで、たまたまかもしれんけど、ってなるとなんかそういうなんか胸騒ぎ的なのってあるんかなって思ったりするよね。読めんのよアマちゃんのその感じのものたちは。不摂生マリもいらっしゃい。だからマジでね、なんか人死ぬ時って本当になんか分かるんじゃないかって思って。だって、なんかその日に限ってさ、なんつうんだろう、その日に限ってさ、夜、普通だったら夜電気ついとってもなんとも思わんのにさ、その日の夜に限って、電気ついとる。なんでだろうって、その、めちゃくちゃ記憶に残っとってさ、本来だったらあんま気にせんのやけど、その日だけマジで鮮明に覚えとるんだよね、電気ついとったっていうことが。今日気分で配信とった、じゃあ俺のその気分で配信っていうのはね、あれなんだよね、俺今日久しぶりに、ゴールデンウィーク明けでさ、ゴールデンウィーク明けにすぐに、すぐにさ、休みまた一日来たわけじゃんで、なんつうんだろう。心っていうよりかは体がしんどくてクソ眠かったんよね。だから配信しない可能性があったん、健康だったん別に。
ただちょっと眠すぎて、ちょ今もちょっと頭痛いんだよね。まあインドの波頭から生まれた仏教やし、イスラム教の方が信憑性高い。イスラム教もわかんねえ。ばあちゃんが亡くなった翌日の夜に泣いてる私の隣に座って、ごめんね泣かないでって頬を撫でられて目が覚めたんだけど、ちょっと待って、目が覚めたんだけど頬にぬくもりが残ってたことがあった。エモいやつ。メンバー歴2ヶ月。おお、そんな、それどうやって表示するんか俺知らんのよね。いや、それはいいことだわ。なんかできた。なんかできた。え、なんかでもすごいさ、その、なんつうんだろう。なんか幽霊。やっぱどうなんだろうな。幽霊ってな、どういう。ねえ、でもさ、逆にさ、幽霊がおるとするじゃん。したらさ、その、生まれ変わるときに記憶消されるわけじゃん。なんかそれもまた無意味な気せんけ。私何も経験したことないな。とりあえず昨日は家の周りでカラスがうるさかった。それだ。それはもう幽霊か。自分も親友が亡くなった日に〇〇ちゃんって耳元で呼ばれたんだよね。ヒーバーサルの時にも同じこと。すごいなそれは。幽霊と生まれ変わりは違うのでは。え、だってさ、幽霊になって成仏してふわーってその天界かどこかに行くわけでしょ、要するに。で、そんでその天界に行って生まれ変わるわけやん。メインインブラックやん。記憶がある状態の転生者いるやん。いやー、あれほんま？いやでもなんか俺らしいな。なんか昔ここで殺されたみたいなこと言って、家族構成とか言ったら全部あっとったみたいな、あの奇跡みたいな。でもあれ、でも それでも全部が全部さ転生するとは思えんのよな、仮に転生説があったとしても。だって同じ、例えばさ1000万個の魂があったとするじゃん。でその人たちが死ぬたびに無限にループしていって、もう結局そしたらさ、その1000万個の魂の中をずっとぐる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 ループしとるわけじゃん。それって面白くなくない？ね、ぐるん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 同じ魂をこうループするっていうのは。ってなってくると、どこかで消える魂と復活する魂があるわけでしょ。復活というかこうポイってポイって湧いてくる魂があるわけやろ。なんて書いたのこれ。やばい。ザニマって書いてある。ね、このザニマって書いてある。なんで読むこれ。ザマ。ザ。足はない。ね、ザマって読むんけこれ。スワマって言うんけ。ザーイマって言うんけ。わからん。ザマの柏。有名だからね、わからんね。ザマの柏台駅ってわかる。そこから駅から少し歩いたところに、念仏坂っていうあるんだけど、戦死した武士を祈ってお坊さんが、念仏を唱えながら坂を登ったのを意味したの。そう、ザマが分からんけどね。人間に再びなれる人ほぼいないよ。え、なんかさ、あ、ザマなんだ。なんかでも人間って人間に生まれ変わるみたいなよく話を聞くよな。人間になるとは限らないでしょ。え、でもさ、いや違う、俺が言っとるのは人間だけの話じゃなくて、その全生物に、だってさ、例えば何、その全生物がその何、1000万、まあ、この世界におる生物、まあ、何十兆匹おるわけやん。で、何十兆の魂があるわけやん。でも、その死ぬたびにその何十兆の魂の中がぐる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 回って、そんなドーナツみたいになるかね。俺はなんか新しく生まれると思うんだよね。もしあるとするならば。まあ、死んだら精神ってどうなるんやろって思ったことあるな。精神っていうかもう多分それはもうなくなるよ。あの、電源の入ってないオーブンと同じだと思うよ。もう、死んだ瞬間に電源ピッて抜かれて、もうその時点で、なんか人から、人間から物になると。あ！いつの間にいらっしゃい。いや違う、あのね、あれなんで、上から順番に呼んでっとるせいでさ、あの、上を呼んどったら下の方見えんのよね。久しぶりだな、いつまま。いやもうマジね、急だよね。ちなみに俺じいちゃん死んでから半年
ぐらいしか経ってねえんだよな、ばあちゃん死ぬまでの期間が。そう、あの上から順番に読んでいかんとさ、もう読み飛ばしちゃったら嫌じゃんね。母から聞いたのだが、飼い猫は亡くなってもまた生まれ変わって飼い主のところに戻ってくるんだって。もうそれはもうめちゃくちゃ戻ってきてほしいね。うん、可愛いから。それを言い出したら、生物を形作っている細胞の死も輪廻転生に入るのですかね。そうってなってくるやん。ってなってくるとさ、なんかもうなんかこうおかしくない？なんかその輪廻転生とか魂のなんとかとか言っとくけど、それじゃあどこもの分類まで入るんって、人間だけなわけないやんね。久しぶり、いやほんと久しぶりだよ。でもね、ツイッターでね、あのね、あのファイナルファンタジーのゲームしとんのはクソ見とったわ。生まれ変わりとか親を選んでくる子供があれ虐待されて、ねえちょっとゆずゆず、俺それさクソ考えとった。俺それ今日車で帰ってくるときに、あの生まれ変わりせ、あの親自分で選ぶとか言うけど、虐待されとる子がそんなわざわざ虐待されるような子親を選ぶかなって、絶対あのそれ虐待されとる子に同じこと言えんのって。ねえ、虐待されてさ、ご飯も食べれん子供にさ、え、お前がお母さんこの親選んだんでしょって言えるかな。人間じゃないと思うんだよねそれは、言えたら。ね、今日みんなレース早いね。いや多分ね、この話題がすごいみんな好きなんだろう、どうせこういう、わかるぞ、みんな宇宙の話とか好きだろ。俺も好き。みんなホラー、でもホラーというか、なんかあれだよね、人間一人一人にさ、意見があるのが楽しいよな。見てならコメントして、いや、あのね、FF のやつさ、俺マジわからんからさ、あの、フレンド申請とかしとるのよく見とるわ。でもすげえ、めっちゃ続けとるやん、このゲームって思って見とった。親ガチャ説をします。でもね、俺、親ガチャ、でも親もさ、子供ガチャではあるよな。ね。どっちもどっちだけど、あの、結局その、両方がちょうどいいぐらいがちょうどいいんだよね。親ガチャは違う。親もまさか自分が虐待するとは思わなかったんやない？いや、子供さ、それ生まれてくるときに分からんのかな。ね。そう、分からないんだよ。そうだから早くモンスト始めてくれ、イズママは。一緒にモンストやろうぜ。ルンファクが好き、分かる。ルンファク、久しぶりにさ、チョコナスビさんがさ、ルンファクのなんか宣伝ツイートしとってさ、またやりたくなったわ。ルンファクまたやろうかなって思ったわ。まあ、すぐ飽きるかもしれんけど。モンスト、そう、モンスト、俺最近モンストしかやってない。モンストとエーペックスしかしてない。いやーでもマジで、でもさ、親でもさ、なんかただ快楽のために子供作って下ろさずに産んだ場合はさ、もうそれあれじゃない、じゃ虐待するとは思わなかった説はなくない？もうそんな育てれんのにさ、育児放棄する気満々で子供産んだところの子供は親を果たして選んだのかっていうお話だよね。やってみ、モンストマジいいぞ。産むまでも女の人は大変だからね。その後の環境が大変だったんやない？産んでみて育児の大切さに気づいて、可愛いだけじゃ育てられない、そこからストレスになる人もいるかも。なるほどね。いやまあ確かに、あのお母様方の意見はもうすごい、まあやっぱ最もだからね。まあ確かにもう大変そうだもんね、全てにおいて子育てっていうのは。たださ、その子供赤ちゃんがさ、赤ちゃんがそのお母さん選ぶときに未来まで見えてないんだろうね。え、未来まで見えてないんかな。じゃあ何を基準にお母さんを選ぶんだろうね、子供たちは。その仮にその展開から子供が赤ちゃんを選ぶ説があるとしたら。でもトンビが鷹を産むって言葉ありますね。これあれね、上位互換の子供を産むってことね。自分よりも優秀な子供を産むっていうことですね。育児してたら殺意湧くことたびたびある。俺も結構ね、可愛い子供は好きなんだけど、なんかやんちゃボーイが、あの人の迷惑気にせずに走り回っとったりすると、たまに殺意湧くときあるわ。生まれてから7歳までは神の子で、7歳からは人間の子って聞いたことある。だから子供を虐待してる人は神に盾ついてるってことよ。うわ、エモ。それもし子供が選ぶとしたら直感じゃない？やだ。そうそう。ね、直感でさ、やだ。このお母さんなんかすげえ、
いいママっぽいからさ、ここの子になろうっつってさ、虐待されんのクソ辛くね。クソやだわそれ。虐待に関しては周囲の協力とか、サポートとかがあればある程度は防げそうな気がしますね。っていうかさ、俺はめちゃくちゃ思うんだけどさ、自分たちだけでさ、育てんといけん環境だったらもう子供作らん方がいいんじゃないかなって。なんかやっぱり家族、自分の親とかが面倒見てくれる環境ってめちゃくちゃ強いわけやん。シングルマザーの人とかが一人で育てとんのもすごいけど、もう育てれる環境があってこその子供を作る行為だよな。実家最強ってことでしょ。甥っ子に殺意湧きまくる。甥っ子はある。アル中とネグレクトの親だったらまあどうにでもなる。アル中、ネグレクトって何だったっけ。ネグレクトって何だったっけ。育児放棄。そう、シングルはねすげえ、てかなんつうんだろう、そのさ、こう難しいよな、そのなんつうんだろう、育てられる環境かどうかっていうのも絶対わからんしな。無計画な、それが痛い。無計画な子作りはダメだね。そのやりたいからやって子供できちゃった、じゃあ産みますみたいなね。やっぱりそのなんか設計って大事だよな。何人欲しいねみたいな。そう、5人はマジで、イズマママジですげえ。よく見たらみんなメンバーズだ。なんかみんな入っとるね。で、むしろ、この配信はもうもういつもの人しか来んからね。メンバー続けてる、ありがてえっす。お母さんはすごいよ、マジで。みんなさ、お母さんすごいなって思ったらさ、母の日にさ、シャンプー買ってあげな。昨日母の日だったらしいぞ、みんな。子供が大切だけど自分も大事なん、それはわかる。私がした藤に来た感じ、そうで、だって、出雲もマジでさ、ねえ、なんかツイッターはいじっとるにさ、俺の配信全然来んからさ、怖い怖いっつって。借金する親も最低だよ。いや、そうで、でもさ、あれだね、その、やっぱ、死んで子供に迷惑かけたりは良くないかもしれんな。そろそろカッパ変えてくれ。ふざけんなよ。ふざけんね、俺の渾身のカッパを何やと思った。ちなみにどれだカッパ。なんか、ね、俺のカッパどれだ。だって分かんないゲームばっかりなんだもん。それは仕方ないわ。あ、やべ、 DVD。 いやね、知らんゲームルンファクすればいいか。母の日してないやつなんてここにおらんやろ。みんないい子だな。母の日食べに行ったよ。俺ね、あれ ?1 万円分じゃなくて、1万円ぐらい行ってないの。今年だって7000円ぐらいか。俺ね、毎月ね、俺母の日とね、誕生日にね、シャンプーをね、プレゼントしてます。高いシャンプー。私は母を亡くしたからできなかった。いや、もうその気持ちがあれだけど、お母さん絶対喜んどるわ。てかさ、もう俺さ、マジで俺さ、母親父親ってさ、死んだらガチで泣くよな。マジでやばいよな。自分は自分の親アル中でさっさと亡くなって、片方引き取らんで逃げて、祖父母育ち。お前、おじいちゃんとおばあちゃんめちゃくちゃ感謝だよね。それはもういい子に育っとるやないかい。そう、シャンプーとトリートメントクソ高いのをね、普段自分じゃ買わんような、なんか詰め替え用1個1500円みたいなのに、よくいいやつあんじゃん。あれを買っとる。なんか、それ以外にさ、うちの親さ、なんか酒とかも飲まんからさ、なんかそういうの、なんできんのよね。でもさ、あまちゃん、それおばあちゃんとかおじいちゃんとかね、大切にしような、マジで。クソ泣くぞ、ほんまに。本当に泣くと思うわ。ガチで泣いてさ、毎日泣くよ、絶対。親が泣いた時 DS やってた記憶めっちゃ残ってる。悲しくはないけど記憶には残る。親死んだ時ね。いや、でもね、執着せん方が楽なんだよね、結局ね。アニメとかでさ、裏切られるのが怖いから人新人っていうキャラクターおるじゃん。あれって、やっぱりね、人死んだ時もね、そうだよね。
自分が好きだったら好きだったほどやっぱ涙って出てくるやん。だからあんまりそのなんかもう執着せんければ涙出んがんじゃない説はめちゃくちゃ思った。タンブラープレゼント、俺ね父さんも母さんも酒飲まんからさ、マジでプレゼントするものがねえんだよな。虐待は虐待している時にある脳細胞が働いているらしくて、その神経回路の研究もされているらしい。てかなんかさ、虐待する人のさ、ね、虐待する人のさ子供ってさ、虐待する確率って高いんかね低いんかね。親を見てさ反面教師的にさ絶対こういうことせんって思う人と、親もやっとったからするっていう二択がおるんかな。待って、全部読んだね。母の日食べに行った、いいね。母の日してない、あ読んだよね、読んだよね、読んだね。カッパ変えてくれ、ひどいね、いつ見てもひどいよこれは。なんて書いてあるこれ、花安、これ花安否だろ、花安否、花安否、遺伝子、遺伝性。虐待する子の親は、ん？虐待する子の心は傷ついてるから同じように虐待する、あやっぱそうなんだね。ミサーの、ミシアね。ミシアの、会いたくて今とか、あなたの番ですの会いたいよが頭の中、何系、会いたくて。なんか伝えたいことがたくさんあるのやつ。うんうんうん、え、それ何、あれって虐待の歌なんけ。うちの親もお酒飲まんけど、お茶冷たいのが続くからプレゼントした。あ、いいね。俺もそういう理由で今度。いや、でもた、うちさ、コップ1000個あるんだよ、マジで。虐待されて育った子が自分の子に虐待してるのがありますね。虐待する育て方しか知らないとか。しそうで怖いから作りたくないって言っとった。誰っけ、マジで、あ、虐待されたとこ、うん、でも怒りに任せて叩くことや怒鳴ることはしょっちゅうなんだが、え、俺も、わ、の、仕方ないと思うわ。いや、めっちゃ、仕方ないと思う。あの、俺も結構親とバチバチに喧嘩するけど、やっぱさ、でもリモコンとか飛んでくるよな、たまにな、キュッて。母の日は母の好物を手作りしました。えれえな。えれえ。手作りはえれえ。でも俺ね、母の日全く関係ないけどね、さっきあの、ばあちゃんのさ、家に使う写真をさ、あの、現像しに行ったんだけどさ、その時にさ、ケーキ屋さんが横にあって、まあ、行くかっつって行ったわけよ。で、まあ、母さんと俺の彼女と俺で、まあ、3つ買おうかなって思ってさ、店員さん呼んでさ、すみません、これと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 って言っとったらさ、3個しか買わん予定だったのにさ、7個買ってさ、2300円ぐらい飛んでったわ。お、伊豆ママ、またね、また来てな。あの、たまに多分俺この、人を死んだらどうなると思うの話するから。じゃあね。職場に自分は親に厳しくしつけられたから自分もやると言ってる人がいた。包丁を突きつけたり。怖いね。それはもう度が過ぎとるわ。ドンキーコングやね。例えば祖母が親に医者になってもらいたくてめちゃめちゃ無理な勉強させたけど親はなれなかったから子供に医者になってもらって祖母の毒が残ってて同じことをやらせ、祖母が親に医者になってもらいたくてめちゃめちゃ勉強させられたけどなれなかったから子供に医者になってもらうっていうのがまたこのその親がおじいちゃんになって子供に、いやだから違う、だからおばあちゃんがお母さんに教えて、でそれをだからこう下にどんどん行く循環ってことやね。うまいこといかんがんね。そうそう、ぐちゃぐちゃってことやな。まあそうだよね、そうなるわな。嫌だな、うちめちゃくちゃ好きなこと やらせてもらうからな、すごいいいわ。何しとっても何も言われんもんな。
子育ては何が正解なのかわからない。バランスよくご飯作っても全然食わんし、ペット吐き出されるし。ひどいな。うちの猫ちゃん最近あれだったピッ、あ、そう、薬吐き出しとったうちの猫。かつて普通のしつけだったことが現代では虐待扱いされることもありそうですよね。何でもかんでも虐待虐待って言う、あの先生とかもそうじゃん、ね、何でもかんでも虐待虐待って言われるからさ、もう今はもうなんか叩いたりできんみたいな。でもさ、俺マジでそれいいと思っとってさ、あの自分の子供がさ、俺学校通っとって先生に叩かれたとかさ、言ったらさ、普通に切れそうなんだけど、普通に学校乗り込むんだけど、あくまでも手出していいのは親だけなんよな。最初から完璧な親はいないと思いますけどね。まあそうよね。そのどん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 親になっていくもんだからね、基本的には。先生が病んで自殺してる時代だしね、そう。みんなでさ、生徒がさ、先生いじめる時代じゃん、今って。それが怖いよな。でも全部怖えよ。基本的にもうなんか最近のあれは。なんか、おかしいもん。いや、先生が病んで自殺とかマジでありそう。先生退職に追い込んだりな。でもそれと同じぐらいにさ、あの子供たちがツイッターにバカな写真あげてさ、ネットで叩かれとる確率も同じぐらいあるんじゃねえかって思うわ、俺。自分の姉も、自分の姉も中学教師で鬱で休職してたわ。マジやめた方がいいぞ。俺の彼女もあの先生だったけど、やめたもんね。あのあれで、あの一緒に過ごす時間少なくなるからっつって、あの残業ひどいから。手を出していいのは親だけはいいと思う。先生は他人だから手加減なしでやりそう。てか、もう先生がさ、子供攻撃したらさ、俺その先生ぶん殴りに行くんだけど、普通に絶対。ばあちゃん家でじいちゃんばあちゃんが夫婦喧嘩してて、ゲーム機とかテーブルが飛んできた。自分には関係ないのにゲーム壊されたね。俺したら多分ばあちゃんでクソ切れるわ。おい、ババア、じじいっつって。何してんねんって。でもな、結構喧嘩ってね、刺激があってね、お年寄りはすごい、なんか結構さ、子供たちとさ、喧嘩とかしとったおばあちゃんが一人暮らししたらさ、結構やっぱ悲しくなるらしいよ。そのワイワイこうガチャガチャさ、騒ぎたくて、もうそのやっぱ一人になるとね、辛いからね。茶碗&猫も、猫も飛んできた。今時は学校の子供たちもね、なんかもうませてね、なんかもう何かあればなんかツイッターで拡散みたいな感じでしょ、時代は。身内も暴行罪になるけど、なんか教育の叩きはいいと思うわ。ペシってほらパチン、なんかさ、子供がさ、自分の子供がさ、いじめの主犯格とかしとったらさ、絶対ボコボコにするやん。みんなどうする？自分の子供がいじめの主犯とかやっとったら、ボコボコにするよね。投げ飛ばすよね。それ体罰になるよ一応。それでも俺はボコボコにすると思うわ。もう二度とそんなことせんためにもうボコボコにすると思うわ。いじめてたら怒ると思う。いやもうボコボコにするよね。施設に飛ばせばええんちゃう。ボコボコにして、あの、治らんかったら施設送るっていうね。まあ、そもそもね、そんなあの、人をいじめるような子にね、ならんように、しようね。どうする？ 30 年後とかさ、40年後にはさ、
陰キャ陽キャって言葉もねえかもしれんぞ。50年前の日本ではね、あの高校生とかがね、あの陰キャ陽キャって言ってね、あの人をこうなんか名前で分けるっていうねことが流行ったんだけど、それはね、あの法律でね禁止になったからねって。今はそういうことしたらもう捕まっちゃうからねって。施設送り。今日寒くない？俺パンツとシャツだからかな、すげえ寒いんだけど、服着ようかな。服着よ、服。いじめられている子供が逃げなきゃいけないのをどうにかした方がいいかも。いじめてる方が精神的にやばいでしょう。行かれとるからね。長袖のパーカー着た。なんで？監視カメラあるんだけど、この部屋に。いじめ問題も難しいですよね。本日こそ帽子とかむずいよな。被害者が動かないといけない。そうなんだよな。いじめるやつはゴミだけど、みんな見て見ぬふりするからね。今の若者は施設って言っても児童なん養護施設のことってわからない。逆になんか他に施設ってあるんけ。着なさい。そう、今服着たわ。音声バラビダ、音声バラビダ、音声バラビダ、音声バラビダ。あー、なんかてかすごい、なんかさ、人は死んだらどうなると思うっていう話なのに、すごいなんか俺たち大人な会話しとるね。いじめは些細なきっかけで起こるからね。今の時代さ、いじめられたらさ、ツイッターでさ、みんななんか拡散するんじゃない？ TikTok 見すぎじゃない？いや、あの、気づいたら1時間なくなってました。マジで。でも TikTok 本当おもろいよ。あの、暇な時に、やっぱ、見るべきやなって感じやね。TikTok ガチで1時間座れるからね。最近俺がお気に入りの音源はプスプスプスレベルレベルチュチュルシュルシュっていう、あのうざいやつですね。プスプスプスレベルレベルレベルチュチュルシュルシュレベルレベルレベルみたいなやつだね。あれもううざいことこの上ないよな、あれな。いじめられてる子って拡散とかしないよね。自殺からいじめられてるのが発覚されるの。普通にさ、いじめとるやつの方がさ、生きる価値ないよね、マジで。TikTok で忘れ字の、求め探してさ、迷ってみたいなやつね。やがて歌われて、幾千幾万幾億の英雄は行く。いつか失い奪われて消える定めでも、のやつね。俺あれむちゃくちゃ聞いとったから、昔。なんかさ、あれゲームの音楽じゃなかったっけ、アプリの。なんかあの、あのさ、あの歌ってさ、確かさ、なんか、やばい、あれだ、待って。なんか赤ずきんちゃんとかの、あとなんかアリスのワンダーランドとか、ああいう系のなんか、グリム童話なんとかみたいなゲームの、なんかあったよね、なんかその、なんとか、あ、そう、グリムの、それ、ねえ、やばい、クモがリモコンの上歩いとる。してあげる、かわいいやつや。あ、あ、あ、いいよ。あ、あ、
中も割と好きです。そう、グリムノーツだ。求め探してさ迷ってやがて歌っちゃって、俺今さモンストしてるんだけどさ、友達と。俺今ショットしてなかった、もしかして。あ、ちょっと危ねえ。ショットしてないか、ショット放置したかと思った。いじめとかで、ちょっと待って、順番に呼んでこう。施設だったら障害者施設とかもあるよ。いじめてるやつの方が施設入ればいいのに。でもさ、いじめとるやつらが施設に入ってさ、いじめとるやつらでさ、パーティー組んでぐちゃぐちゃになりそう。いじめてる側はやった罪悪感はないから記憶にも残ってない。それな、ゴミクズですやん。よし、じゃあそろそろね、俺配信やめよっかな。いじめとかで自殺して、自殺に追い込まれてしまった人、生まれ変わって幸せになってほしいとか思ってしまうことはあります。あのね、やっぱてかさ、ぶっちゃけてさ、あれなんだよね、いじめられて死んで悲しい思いした人はさ、もう人間とかじゃなくてさ、もう鳥とかになってさ、空をこう飛んで、なんかもう、あの、しかもそれもさ、鳥類最強の鳥とかになってさ、こう自然の中で幸せに暮らすべきだと思う俺。もうならヒグマとかになってさ、山で鮭パチンとってね、生活してこ、今度から。はい、じゃあ俺ちょっと配信やめますね。あの、今日ちょっと、あの、今からの明日のお弁当とか、明日俺お通夜なんだよね。明日お通夜だからさ、ちょっと明日ね、午前中だけ仕事行ってくるんだけど、ちょっとその準備やらいろいろしていきますわ。あ、ちなみにさ、今度配信するとしたらさ、どんな内容がいい？幽霊はいると思うかどうかって配信する、今度。うん、ね、みんなちょっと教えて。なんかさ、どういうあれ内容がいいけ、その、こうやって肩、こういう感じでさ、雑談みたくさ、語るやつさ、なんか聞きたい、なんか語りたいのある宇宙について、こういう感じの話 OK。 じゃあ今度、宇宙と幽霊、自殺者ワンチャン地獄に落ちる人おる。いや絶対全員だよ。あの、俺大して地獄とか天国とか信じてないけど、あの、悪い、いじめしたやつは、え、あ、自殺者ね。あ、でもそっか、なんかあれらしいんだ、なんか命を途中で絶ったらペナルティーがみたいな。いやそれは大丈夫だって、あいつら天国行くって。ガチで経験してるけど。え、ちょっとさ、みんなでさ、今度さ、あの、幽霊経験談持ち寄ってさ、ちょっと酒飲もうよ。あ、俺水飲むけど。都市伝説は本当、いや、都市伝説はね、都市伝説だと思うよ。都市伝説が本当だったことってあるんかな、逆に。今度話せ。え？今度話せ。今度話せってさ、漫画の市役所面白いから今度読んでみて。覚えとるかな。覚えとったらちょっと見てみるね。そこはコーラでしょ。あ、コーラか。ちょっと最近、あ、下の部屋にいっぱいあったわ。ないわ。あ、冷蔵庫にある、そういえばゼロコーラ。じゃあとりあえず俺配信やめるからね。バイビー。ウィフィー。ウィフィー。バイトがプリちゃんとね、この切る前にね、最後誰か文字打っとるかもしれんから、それだけちゃんと読み終わってから、誰もコメントせんくなって、あ、いいね。多分もう切って大丈夫やな。